今日はゆるりと始まっていきます。さあ何をしてこうかということですけどね。いや何をしよう、とりあえず飯を食いに行くか、はい、まあ、今日はただのもう雑談動画、はい、そうそうそうたまにはねこういうゆるいのを撮ってかんとね、まあ、うち全体的にゆるいけどってことで、まあご飯を食べに行きましょうというわけでございますね。今日はキッシーさんにね、そうそうそう、カメラ持ってもらって、多分あの動画の流れ的にはキッシーさん2年前、あれもう2年前か、はい、2年前やな、2年前にキッシーさんの引っ越しの様子をお届けした動画が流れた後にこれが流れるはずやから、動画の順番的に、あ、うん、多分ねゴールデンウィーク明けぐらいになると思う、はい、うん、けどね、そういうことなんで、いやついにね YouTuber デビューでございます。いらっしゃい、 YouTube の世界にいらっしゃい。どうもこんにちは、キッシーです。いやついに覚悟を決めて2年かかったね、覚悟を決めるまでに、はい、もう喋りませんのでそう、あのね一応何回かカメラ回そうとしたことあるんだよね、これまでにも。そうね、本当にびっくりするぐらいずっと無言で何の撮れ高も作ってくれやんかったからなあれは逆に笑ったけどな、個人的には楽しかったけど。さあってことで問題はね、飯を食いに行くわけですよ。さあ夕飯食いに行こう、まあ夕方の5時、土曜日の夕方の5時ってことはやっぱり結構この時間帯やね。そうですね、どこに行きましょうなというわけでございますよ。さっきマックの話してたんで、あ、マックマックが食べたいです今のマックはめっちゃ混むぞですね俺しかも普通にもうマック食ったから全然マックがないだから俺だってだからマック食ったんだからさっき、はいじゃあ、 今新発売のケンタッキーのね、うん、グリーンホットチキン、グリーンホットチキン、はい、レッドホットチキンっていうのはあったけど、うん、あるね今回昨日から、うん、1月6日から発売になったグリーンホットチキンっていうね、うん、また別の辛口チキンが出たんで、へー、まあそれも食べたいなと思ってるわけですけど。あ、なるほど。じゃあそうします、行く、亀山行くんじゃなかったで、ね、だっけ本当亀山、あ、つかね、うん、それ最悪明日でもいいからな、あ、亀山さん、うちのね、四つ目っていう、はい、チャンネルの方でね、アップロードさせてもらった亀山食堂さんね、うん、撮影許可いただいて撮ったのがあって、あれがね、おかげさまで好評で、うちにしてはサブちゃんの方で、800再生か超えとったんでね、これありがたい話だってね。ちょっとそれからね、食べに行けてなかったもんで、うちがね、いなべの方の仕事になっちゃったもんでね、全然亀山の方に、行きやくなっちゃったもんで、寄れてなかったんで、久しぶりに行きたいなという話つもりはあるけど。どちらで？亀山行っちゃう。とりあえず、どうする？ケンタ食いながら亀山に行く。いいよ。ケンタでも混むだろ、この時間。いやー、どうでしょうね。一応そのマウストーンとケンタに寄れるからね、ここ、ね、湯の山街道沿いのケンタなら、うん、あそこなんか混んでるイメージないけども、混むでー、混むか、そうか、あ、そうか、意外と駐車場が奥に広いでな、うん、あれなんやけど、結構夜勤でそれこそこれぐらいの時間にスーッて行くときなんかたまんね、そこで渋滞になるもん、マックほどじゃないけどな、うん、いやー今またさ、どうなってるのかな、多分動画的にはあっちの方が先に出るか、今編集してる動画、はい、撮影 しながら編集してる動画があるんだけど、うん、これがねくっそめんどくさいのよあ、いいか、これアップロードかかる時にはもうすでに上がってると思うから、このね、はい、内内連盟勧誘シリーズっていうのを今やって編集してるところなんでね、はい、要はどういう風にして動画を作ろうかっていうのを実践しながらやっていこうっていうやつなんやけどね、まず撮影してくるのにいろんなパターンの動画を撮らなあかんから、うん、動画のネタに使ってるのは多分これで、岩塚の駅に行って散歩してくる動画を撮ってきて、はい、でそっから東青山駅に行って、はあ、東青山駅じゃない、東青山駅の看板に書いてあった名所案内のね、はあ、看板に書いてあった三角点に車で行って、はい、でそこから伊勢神宮に行って、はい、
それも車と電車をね使いながらっていう、いや車の撮影動画を撮って、それで、うん、で、あのだから青山高原の三角点やから上のところさ、はい、うん、行って、撮って、でそこから伊勢中川まで車で行って、伊勢中川から電車に乗って伊勢神宮参拝してあの最初に言ってた岩塚って、あの東山線の、そう岩塚からなぜに青山行くのああ、日付は別にごめん、今の言い方はそうやね、日付が一緒みたいに聞こえたな、うん、岩塚に行ったのは、まあ、その動画で喋っとるけど、あれ例の、あのシアさん、はい、シアさんで分かる、あいつね、分かります、うんうん、あっちの方のメンバーと飲んでたもんで、うん、そうそうそう、なぜか岩塚集合やったもんね、岩塚八番ラーメンのあるとこだ、あ、そう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 、はい、うん、でどこ行こうかなと思ったら、結局ね、駅前にあったね、あれなんだっけ、天ぷら専門店、天ぷら屋さんがあってね、え、天ぷらだったっけな、そうだ、天ぷらだ、うん、めっちゃうまかった、うん、そんなこととかをしながら、あれやけど、やっぱね、この時間反対側めちゃくちゃ混むよな、ですね、うん、ちなみに、キッシーさんはあれ使う、渋滞しとるときに車積むって、積む言いますね、積む言うよな、はい、人民ですから、あれ通しやんのってなあ、うん、あのいや車が渋滞しとるような、ね、うん、ことをね、そうそう、積むっていうのがね、通じやんっていうことをね、え、そうや、じゃあなんて言うのっていう、積む以外に継ぐとか、あと何とごっとるとかさ、はいはい、え、とごるって、じゃあとごる以外の言い方がないやん、うん、うん、どうやって生きていくのってそれは思うね、うん、なんか下に溜まるとか、なんか、そうそう、なんかモヤモヤするよね、言い方が、だからそれこそ他のさ地域の言葉でもさ、それと他の言い換えようがないよねっていう言葉とかあるよ、うん、思うのはバッコスとかな、あ、しまった、過ぎてしまった、いいよどっちでもいいんで、はい、あ、やっぱ今度ドライブするわ、今度、北海道の人はバッコシっていう言葉は使えんけど、はい、なんでしょう、わかる意味、わかんない、バッコシはなんて言ったらいいの、バッコシへこんだのがみたいな感じで使うんやけど、めちゃくちゃみたいな、めちゃくちゃなんやけど、なんかへこむとか、うん、なんかそういうようなところにしか使わんような言葉で、北海道弁って結構ね、そういうね、独特の言い回しあるんだよね、あの、おささるとかな、はぁ、あ、何々さるっていう言葉があって、これもね、日本語にすると難しいんだよな、なんて言ったらいいの、ついもういい匂いがしたからそういうこと巻くみたいな感じで、いい匂いがしたからもうついつい食べなさったわとかっていうような使い方をするのに、結構一時期札幌出身の上司がずっと続いた時期があってさ、人事異動でやってきた上司が3回連続で札幌出身の人が入れ替わり立ち替わり来たことがあって、だもんで、ね、結構北海道弁ね、使う人が多かったんやけど、確かにうちも北海道出身の人と仕事した時、よくしたっけって言うよね、あ、したっけ言うな、本当に言う、挨拶でも言うし、なんか接続詞でもしたっけ、だからみたいないい意味で使うよね、そうそうそう、うん、で結構語尾上がるしな、うん、うん、そうそう、あれ最初怒っとるかなと思ったもんな、うん、昨日どこどこ行ったんだって感じでさ、うん、ああ言う言う、うん、あれも北海道弁らしいね、うん、だって上げるってことはなんかそのまま話が続くよ、そしたらみたいな感じで続く場合には語尾を上げるっていう、下げてから続いたのえってなるっていう人と、うん、で何やったっけ、北海道弁、そうそうそう、何々なさるみたいな、食べなさるっていう場合にはなんて言うの、うん、自分はいやもうねダイエット中やし、これねご飯2杯までで抑えとこうって思っとったんやけど、もうおかずが美味しいからついてもうおかわりって言っちゃうような状況、はい、そのなんて言うの、うん、もう自分的にはそうするつもりではなかったんだけど、うん、
ついついたた例えばあの満員電車でさ、ついついちょっと隣の人に当たってしまうとか、うんうん、お刺さるとかそんな感じで使ったりとか、うん、あれも確かに他に言いようがないよな、うん、三重弁やったらもう一番あの納得いかんのはしあさってやけどなそれさ、うん、あの山亮さんはなんて言うてる？明日、明後日刺さってしあさってよ。やっぱそう、うん、そこはね、三重県民の自分でもあの言わないのよ。これね、明日、明後日、しあさってなんだよ。鈴鹿？鈴鹿です。だよね、はい、そう、鈴鹿だと言わないよね。あ、そうなの？うん、いや、どうだろう。これね、いや、鈴鹿はね、使ってる人見合ったことないので、ね、刺さっては確かに四日市と稲部に行ったらもう使わんもん。ああ、そうなんだ。四日市と桑名だけじゃないかな、ぐらいの、うん、南の方はどうなんだろうね。あのね、逆に九州の一部地域で使うらしい。そうなの、うん、大分だったから、どっかでしあさって、刺さってしあさってっていう文化があるらしいけど、あれ本当な、四日市に住んでる時は知らんくて、うん、今もう有名になったやん、この刺さってっていうのがある意味で、いろんなテレビ番組でも言われるようになったし、本当に一回あの大学の友達と待ち合わせをした時に、危なかったことを聞く時はある、しあさってねって言って、あれ月曜日なんで授業あんの、あれ忘れるな。その時はたまたま確認して、え、刺さってじゃねって言ったら、何言ったのって言われて、自分もね、その刺さってっていうのをネイティブに使ってる人はいないね、他に、でしかも、だからうちの家族は電気使うはずやし、あとどうやろうな、分からんけど、普通に使ってるもんな。そうか、やっぱ小中は、普通に刺さってしあさってやったからな。こうもな、高校もそうだわ。ここガソリン、ガソスタ作っとんの？おお、すごいね、向かい合って。あれか、水素ステーションかなんかか、あの規模やと。あの子ちっちゃいもんね。うん。そういえば、あの四日市のヤマダ電機の近くにもできるね、水素ステーション。あのガソスタがセブンイレブン併設の。え、あんなところに？だって前なんかシェルあるやん、アポロステーションが。ああ、そのまあ向かい側なのんだけど、ヤマダの電機の北にあります、うん、あのそこに今建設中です。え、そんな作るスペースあったっけ？あったよ、なんか前何だったっけな、なんかマツダのディーラーだったかな。ああ、浜田の、うん、多分あそこの場所にガソスタのができます。おお、そこに作るんだ。そうそう、ガソスタどんどんね、数が減っとるっていう、だけどなんかね、増えてくる。なんかね、どこがエネオス、ああ、じゃあエネオスだったかな。ああ、セブン併設やったら多分エネオスやな、まあでもうちは、いつもコスモだね、使うのは。あ、コスモなんだ。コスモのアプリのクーポンがやっぱ安い、あ、そっかそっか。あとイオンカードで安い、あのコスモだったらそこ安いからね。ああ、そうなんだ。今も150円だったよ、昨日夜通ったら、リッター。あとよく使うのはうちはあの、イオン鈴鹿のペトラス、イオンがやっとるところか、あのベルシティの中に入ってる。そうです、そうです。あそこ使ったことねえわ。いやー、まあ本当にね、やっぱ5円ぐらい安いね、他より。あの安いんやけど行くのが大変や。まあね、日曜日とかもめっちゃ混むしさ、混むしね、ベルシティは、はい、もうね、行こうと思っとったも結局途中で混むもんで、平田のファンタ寄っても行こうって言ったらいい。あとあっちの方行き当たり、ちやなうち、あのサーキット通りの方、ほう、あのあそこによく行くんで、あのビバホームの入っとるところ、はいはい、あのフレスポ鈴鹿、そう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 、しまった、はい、俺商法的なミスをしとった。あ、音楽かけてたね。よし、取り直すかまずか、うちここずっともう腕使えたんだけどよし、取り直すか。さあ、こんばんは、山亮と申します。